どうもこんにちは、カモトです、今回ね、何についてお話ししていくのかっていうと、まあ、今回のテーマはね、まあ、誰とでも一瞬にしてね、仲良くなってしまう方法についてお話ししていこうと思います。そう。で、まあ、いきなり初めてね、この動画を見たあなたは、まあ、いろんなね、疑問が湧くと思うんですけどね。まあ、でもちょっとね、僕の、ちょっとね、一人で爆笑してるのは気持ち悪いと思うんですけども、あの雰囲気とかね、まあ、全体、的な、こう、なんていうかな、髪の毛の形とか、すみません、今、髪の毛ボサボサで申し訳ないんですけども、見てもらってね、ちょっとピンときたから最後に見ていただければと思います。で、まあ、今回で何についてお話ししていくのかっていうと、まあ、さっき言った通りで、その、まあ、いろんなね、どんな人とでも、こう、仲良くなれてしまう方法っていうことについてお話ししようと思います。で、まあ、そういう話をするとね、じゃあ、まずお前自身がね、なんか、その仲良くなれるのかよとかね、で、ちょっとまず、その動画でね、ちょっと見せてみろよとか、ね、あると思うんですけども、まあこれ僕自身がいいか悪いかは別としてね。まあ、うん。まあ最近すごくそういうコミュニケーションとかね。まあそういう人と仲良くなることだったりとか、そういうの悩んでる人が多いんで、今回ね、それに関する内容でちょっとね、動画を撮ってほしいっていうことがあったんで、今回ね、撮っていこうと思います。そう。で、まあちょっと今日もね、妙な場所で、謎の場所に来てるんですけども、まあ実は横にすごくね、今日は夜景が綺麗な場所にいるんですけども、で、まあそれはいいとしてね。で、具体的にね、じゃあどういうことするとね、うん、まあ人と仲良くなれるのかっていう話なんですけども、で、僕自身がこの方法っていうのをね、自分でこう、まあ見つけて、まあなんていうのかな、すごく人間関係でね、やっぱり悩んでた時期っていうのがあって、もちろん今もね、人間関係のトラブルっていうのが起きたりもするんですけども、その悩んでてね、うん、で、やっぱりこう人とぶつかったりとか、まあ学生時代なんてそうですよね、ぶつかったりとかしていく中で、まあ大学に自分で入って、そこから自分でね、イベント活動だったりとかね、サークル活動だったりとか、自分でセミナーを始めていったときに、このスキルを自分でマスターしてね。まあ、結局セミナーとか何が言いたいかというとね、その大学生活って僕自身もそうだったんですけども、まあ最初にね、クラスが決まって、そこでまあ仲良くなった友達と基本的にはずっとつながっていくっていうのがね、本来のスタンスだと思ってるし、まあ実際そういう人たちが多いんじゃないかなっていうのを思うんですけども、まあある時にね、自分でイベントを始めたりとか、そういうね、オフ会だったりとかそういうのに行くようになってから、まあ今まで要は自分を知らなかった人たちと仲良くなるわけですよね。要は今までだったら自分のことを本来知っている人たちに対してのコミュニケーションっていうのを行ってたんですけども、それとは別に初めて会う人たちとのコミュニケーションっていうところをね、自分でそこで学んでいったんですよね。で、僕自身はやっぱりそのセミナーとかイベントをやっていくときに、結局その自分のことをちゃんと理解してほしいじゃないですか、相手には。で、理解してほしいんですけども、自分のことをね、アピールすればするほど、当たりますか？相手って聞きますよね。いや、俺こんなことやってて、とか、いや、俺マジすげえんだよね、とか、ほら、この髪の毛の形とかさ、とかって言いまくれば言いまくるほど、まあ、その話し方にもよると思いますけど、キモいなと思われたりとかするわけですよね。で、そういうね、ことがこうあって、でも僕自身はセミナーとかイベントやってたから、多くの人に来てもらいたいわけですよね。そう。でも、自分はこういうことやってるんだよね、っていうことを、すればするほど人っていうのは離れていくんですよね。そう。だからそういう時にね、なんでだろうってことを考えていて、そう、あ、結局ね、人と仲良くなれる人っていうのがね、まあ、僕自身その時にそのメンターだったりとか、そういう人たちの出会いがあって、そういう人たちがね、なぜこんなに多くの人に愛されて好かれていてね、すごく周りに人が集まってくるのかなってことを見せたら、やっぱり人と仲良くなる力っていうのがすごかったんで、まあ、それは結局ね、どういうところから来てるのかなってことを分析していく中で、まあ、直接聞き出したわけじゃなくて、僕はよくそのメンターと一緒に、いたメンターさんとかそういう人たちと一緒にいるときに、その分析するっていうことがよくするんですけども、そこでちょっとね、こう身につけた方法になります。そう。で、まあ実際にね、うん、まあこの方法を今からお話していくんですけども、その人間のその根本っていうことをね、まず理解してほしいんですよね、根本。で、どういうことかっていうとね、まあその人間っていうそもそも僕らっていうのが、なぜね、同じような人たちと付き合っていて、で、なぜね、その自分と要は似ている人ですよね。例えば自分がバスケ、僕バスケがやってたんで、バスケやってる人のことを好きだしね、やっぱり自分と同じように僕はビジネスをやってるんで、自分でビジネスやってる人だとはね、やっぱり話が合うし、例えば僕だったら海外旅行が好きなんで、海外旅行が好きな人とはやっぱり話が合うしね。例えば僕はあとそのテクニックとかっていうよりも、どっちかというと本質的なお話ですよね。その心理の話とかそういうのが好きなんで、そういうのが合う人とはやっぱり一緒にいたがるんですけども、これ見てるあなたもね、もしかしたら自分と、例えばこの動画僕と何かしら合うから多分見てると思うんですけど、合わなければ多分見てないと思うんですけども、なぜ自分と会う人とね、人は好きなのかっていう話なんですよね。で、それがね、こうなぜかっていうと、そこから全ての人間関係の構築のね、方法、テクニックが生まれてくると思うんですけども、それ何かっていうとね、人っていうのは自分がいつも正しいと感じたいんですよね。要は自己肯定感を常に味わっていきたいんですよ、僕らっていうのは。
それがね、常に僕らのモチベーションであり、根本にある根源だと思うんですけども、だからどうしても自分がね、言うこととか発言とかは間違ってる、いや、それダメですとか、ね、いや、無理ですとか、それ否定された瞬間に気づきますよね。それと同じで、人っていうのは、でもね、あなた言ってること正しいよとか、お前すごいよって言われたら、嬉しいんですよね、これは不思議なんですけど、どの人もその同じですよ、これは。そう。だから何かっていうと、人っていうのは自己肯定感だったりとか、自分をね、認めてほしいっていう欲求があるんですよね、どっかに。そう。で、その欲求を満たすために、僕らっていうのは、例えば同じような人たちと付き合ったりとかね、したりとか、そういう同じようなミクシーで集まりを集まったりとか、そういう同じような人たちを好むわけなんですよね。そう。でね、具体的にどういうことかっていうと、そういうね、根本的な心理学があるっていうところから、今回のね、この人と仲良くなるっていう方法あるんですけど、でもね、じゃあ、それとは別に、例えば初対面で会った人とは初めて会いますよね。その人とは全く違う価値観だし、バックグラウンドも違うしね、その親とかも違うし、全然違いますよね。髪の毛の長さとかね、もう鼻毛の大きさとか、鼻毛の大きさってよくわかんないですね。違うと思うんですけども、そういった中で、どういうことかというと、自分と違う人間なんで、例えば相手がね、全く自分がバスケやってて相手がテニスやってたら全く違うんで、まあ、話し合わないじゃないですか。そしたらそこで終わりになっちゃうんじゃないんですよね。わかります？で、そのさっきの相手も自分が正しいと思ってるし、自分の、相手はテニスが全てだと思ってるんですよ。だから、僕がバスケやってようがもう関係ないんですよね。俺はもうテニスだからもう話させてくれって感じなんですよ。で、バスケやってても、相手がそういうことを理解してれば興味持って話してきます。バスケって何なの？すげえじゃんっていうふうに。それは心理学を理解している人だとか、感覚的にそういうのを分かっている人だと思うんですけど、そうじゃない人っていうのはもう自分の話をしたいんですよね。だから、そこで、一回ね、その人と仲良くなりたいんだったら、ね、別に仲良くなりたくないって、まあいろんな目的がありますけど、今回のテーマは仲良くなるってことなんで、仲良くなりたいんだったら、その相手のね、そのことを正しいって言ってあげるようなことをするんですよ。だから例えば相手がすごい勘違いだとしますよ。なんか、いや、俺マジモテんだよね、みたいな感じで。っていうふうに言ってたら、なんかそこでね、こう、仲良くなりたいんだったらですよ。なんか、いや、お前勘違い野郎だよって、まあ、ムカつくなとか、こう、気持ち悪いなとか思いますよね。思わないで、そこでね、いやー、お前すげえよとか、いや、もう本当よく見てかっこいいよねとか、そういうことをね、嘘でもいいから言ってみるんですよね。で、そこから、相手の話を聞くようにしてほしいんですよ。そこがポイントなんですけど。で、多くの人っていうのは、そこでね、みんな自分の話をしたがるんですよね。いや、俺はこうだからさ、とか、いやー、でも実際ね、とかっていうふうにね、こういう、そういう意見を言いたがるんです。そうじゃないですよ。そこで、相手の現実に入って聞くようにしてほしいんですよね。そう。それが本当にポイントです。そう。で、実際に、ね、僕自身もこれ本当に意識してるんですけども、その相手の、これはまあいろんなね、こう、テクニックがあって、ちょっと今回の動画ではどこまで話できるかわかんないんですけども、相手の話す中でのパッションポイントっていうのは必ずあるんですよね。だから、なんていうのかな、もう最近どんな感じなんですかとかっていう、まあ僕はいつも興味深い、そういうよくわかんない話からしてくるんですけども、まあちょっとまずはね、例えば、ちょっと今日なんかこのパーティーちょっと、いいっすよねとか、なんかそういう、まあ共感、相手がこう頭で感じてることをまず言ってからね、入るんですけど、その時に、相手に、まあ、最近どんな感じなんですかとか、まあ、相手の、まあ、僕はまずみなりのこと言うんですけど、おしゃれですねとか、そういうこと言うんですけども、でその後に、まあ、そこっていうのはそんな大事な要素じゃないんですけども、その相手の話しますよね。その中での、例えば最近これにハマってるんだって話をしたら、テニスやってるんですかみたいな感じで、マジっすかみたいな感じで、そこでこう、ふっと入るんですよ、そこで。そこで、ああ、そうなんですね、みたいな感じで、みたいな感じで。で終わらないで、マジっすかテニスですかみたいな感じで、一歩入るんですよ、そこで。要は、会話が今までこう広く浅くね、ここの辺でキャッチボールしたのが一気にこれズドンって掘っていくんですよ、ここで。テニス、すげえ。で、相手が興味持って、あ、食いついてきたって思いますよね。まあ、そんなことは思わないですけど、無意識で。なんでテニスやってるんですかとか、どんな感じなんですかとかっていうのを聞くと、一個入りますよね、相手の中に。で、もう一個入ると、もう一個入っていくんです、さらに。で、例えばテニスやってる。いつやってるんですかとか、なんで始めようと思ったんですかみたいな。マジっすかみたいな。すごい。なんでテニスやろうと思ったんですかみたいな感じになると、あ、昔ね、こういう、なんか憧れた選手、憧れた選手、マジですかみたいな感じで、そういうふうにどんどんその人のこう入っていくんですよ、その人の、なぜなぜなぜっていう感じで。そうすると、相手もね、話して楽しいし、まあ、こっちも聞いてる最中にね、最初は全然興味ないんですけど、興味持てるようになってくるんですよね、そういうふうにやってると、不思議なんですけど。そうすると、相手もね、要は上辺だけの、例えばどこ住んでるんですかみたいな、いや、俺ここで、みたいな感じで、そういう会話から一気にズドンと入ってくるんで、かなりそこの親密度っていうのが 長くなるんですよね。でそういう、ね、人っていうのは感情を伴う経験だったりとか理念だったりとかねバックグラウンドだったりとかそういったものを、ね、聞いてくれると嬉しいですよね。そういうことを話してくれる聞いてくれる人がいないからね実際に世の中には。そうだからそういうことを、ね、聞いてあげるといいと思います。そうで実際僕自身もねそれは本当に意識してるし逆にねそれをやられると本当にすごく嬉しいからね、まあ、ぜひやってほしいんですけどとか冗談ですけどそれは。そうだからね実際その人 そのまず仲良くなるポイントっていうのはまずね相手が正しいと思えないから、相手が正しいんだ、同じ人間なんだって理解した上で、そういう質問をしていってあげる。
ってことをするとね、どんどん親密度が上がっていくので、ぜひですね、今日もそういうことをやってみるといいんじゃないかな。今日もっておかしいな、やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、今回はね、こんな感じで終わると思うんですけど、またね、動画を撮っていこうと思うので、楽しみにしてください。どうもね、長いビデオいただいてありがとうございます。